グレメン、フォークス、成績、ワナール、横浜、セリージャパン、ベルカム、デリカム、セッション、ザ・ゲイン、トゥユー。ノーベンバー、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 ノーベン、ノーベンバー、言いにくいこれ、ノーベンバー、ノーベンバー、早く言えよ。5分で終わんないとね。アマゾンからこれ来たんですよ。早く言ってけよ。ちょっと、で、隠れきんな。ね、アマゾンの頃ね。この袋あるでしょ？アマゾンのさ、来たんですよ。ね、ノーベンバー。今日何日？トゥエリー？今日何日？23rd、ね、23rd、23rd、Thursday evening、9:23pm、ね、今日はこの商品をご紹介します。1399円かなんかそのぐらい、1400円ぐらい、あのね、で ね、300にしろ、ね、あのニコンの20年ぐらい前のはみんなあのコンパクトフラッシュなんですよ、ね、で、あの iPhone、iPad に突っ込むの2本買ってあるんですよ、 SD カードリーダー、ね、で、あのそれね、SD コンパクトフラッシュ SD カードアダプターっていうのを使ってるんですよ。だからこれを抜けば SD なんですよ。で、そうすると、全部パパッといくんですよね。で、これがなんとあなた直にね、 iPad、iPhone に行くんだって。なんかキーフォールだっていうかね、ギフト券1000円、あ、なんかいいこと言わないと1000円あげないよってやつかね、よくわかんねえ。なんでもいい、評判は良かったです、ね、で、30人ぐらいね、30人ぐらい書いててね、これがすぐ抜けてなくなっちゃうって言ってましたね。あ、簡単になくなんねえよ、バカじゃねえの。ね、で、これが、3種類がさせるんですよ。ね。あれ、アマゾンのレビューもさ、買ってみないとわかんないね。誰が桜買ってすぐわかんもんね。これがね、すぐね、スポスポ抜けちゃうって。え？抜けねえって、これ、そんなすぐに。なんかね、あれとこれとそれがあるわけ。で、ここ、コンパクトラッシュなわけね。うん。まあ使ってない。その結果はご報告は、その、また後でいうことでね。これがなくなっちゃうっつってたね。うん。あ？こっちとこっち違うのかね？ちょっと待ってね。同じように見えんけど。なんかね、コメントでね、レビューでね、これがね、すぐ取れてなくなっちゃうって。取れねえって、お前。取れねえよ。なくなんねえって。あ、それ別にしたらなくなっちゃうけど、取れやすいって書いてあった。取れにくい、取れにくいよ、取れにくい、嘘ばっかり言ってんですよ。あ、 USB-C ね、 USB と USB これがすぐ取れちゃうって書いてあるバカいたね。本当かよ。まあ、こっちは USB-C、 こっちが USB ね、タイプ AB っていうの、うん、これがすぐ取れちゃうんだってね。これすぐ取れるって言わないよ。力みでこうにやんないと取れないから。で、そういうことで、使えるかどうかわかんないけど、それでね、もう一人ね、お人方、こう突っ込むとね、ピンが曲がっちゃうって書いてある方いらっしゃいましたね。30人ぐらいの方、たった一人。そいつはね、きっとね、カメラに突っ込むときもね、ピン曲げてると思うよ。うん、こういう細かい仕事のところはさ、
気をつけていれないとね。うん、あのバカとハサミは使うよって言うじゃない。ね。これ使ってさ、取れにくい。すぐ取れちゃうって言うから、ポロポロ取れんのかと思った。取れねえよ。取れねえよ。こんカッチンだから。こんなだから、お前。あなた、そうやって言ってんじゃねえって。だから、改良したんだね。うん。あの人のコメントが、ああね、あ、取れちゃまずいんだな、と。1000円、ギフトカードがついてました。ね、1300円ぐらいの買って、1400円ぐらいの買って、1000円のギフトカード。いいコメント書けようじゃないのかな。よくわかんない。ね。ご注文いただきありがとうございますね。なんていうメーカーなんだろう。書いてないメーカー名ね、うん。自分の会社に自信がないのかね。それとも、あの一社が作っていろんな会社にばらまいてんのかね、うん。メーカー名入ってないよ。メーカー名書いてないよ。ね。6分。もうダメだ。あと。じゃあ、そういうことで、あの結果、あ、ここに書いたんだね。ここに書いたんだよ。なんか書いてある。この中にメーカー名が書いてあるのかもね。俺にはよくわかんないけど。わかんない。なんか書いてあるよ。普通はさ、ここにさ、ケーヌンとかさ、オリンパスとかって、ロゴは入ってないね。どっかに書いてあると思うよ。どっかに書いてあると思う。探さないと会社名が分かんないって、なんかね、昆虫屋さんみたいなね、あのトンボじゃなくて、なんていうの、あれじゃん、トンボ屋さんじゃなくてさ、ね。ということで、もうなかなかいいよ。まだ使ってないから分かんない。少なくともね、レビューにあった。トレにすぐ取れちゃうっていうヨタ話は改善されてますね。うん、改善されてんのか、初めから取れにくいのを取れやすいって言ってるバカがいたのか、そこがわかんない。私の買ったのは取れにくいよ。これ100万回ぐらいやると少し抜けちゃうだろうけどね。買ったばっかりで取れ、うん、まあ、じゃあそういうことでさようならね。あと、Thank you for watching, come back again next. 嘘ばっかり言ってんなよ。9時30分でした。ね。あの、私はね、4時間ぐらい喋んのと気が済まないんだよね。8分26秒でした。ね。うん。若者にね、いろいろ言う、申し上げたいんですけどね。うん。で、そういうことで、ね。これも撮って、また、あの、編集して、ね。1個やって、コメントを入れて、あの、テロップ入れて、それを保存して、ほんでこれをもとに、あの、ギーはないのね、下に、ここへね、うん、ここへね、角へね、うん、2度やるから、2ギガだと6ギガ。あと、6ギガしかないからね。さよなら、さよなら、さよなら、ね。枯葉の新山の道を辿って行けば、さよなら、さよなら。あなたこれね、この小指は短いと思うよ。俺かなり短いと思う。うん、ギターって小指大事だからね。うん、親からもらってありがたいんだけど、お前はギターをやるなよっていう小指なのかな。うん、なんかそういう気配がひしひしつ。早く終わりにしろよ。さよなら。